エンゼルス、2対1アストロズ、日本時間14日ヒューストン。エンゼルスの大谷翔平投手は13日日本時間14日、敵地アストロズ戦に2番指名打者で先発出場し、6回に9戦37打席ぶりとなる41号ソロを放った。3打数1安打1四球1打点で打率点 .305。チームは2対1で接戦を制し、連敗を2でストップした。得意のデーゲームで久々の一発を放った。6回西の第3打席、左腕ムシンスキーの高めスライダーを捉えた。バックスクリーンへ打球速度 110.2 マイル約 177.3 キロ、飛距離448フィート約 136.6 メートルの豪快弾。ア・リーグ本塁打ランキングトップを独走し、シーズン56発ペースとなった。この日、右腕ウルキディと対戦。初回の第1打席は2ゴロ、3回西2塁の第2打席は空振り三振に倒れていた。試合前にはフィル・ネビン監督が腕の疲労で15日同16日のレンジャーズ戦の登板を回避することを明言したが、不安を一掃。メジャートップの42本を放っているブレーブスのマット・オルソン内野手と1本差にも迫った。9回先頭の第4打席は四球で出塁すると、今季17個目の2盗を成功。相手の悪送球の間に3塁まで到達した。チームは先発シルセスが5回4安打無失点と好投。6回にソリアーノの暴投で1点差に迫られたが、最後は守護神エステベスが9回を3人で締めた。連敗を2でストップし、借金1。ワイルドカードでの進出圏内からは変わらず 6.5 ゲーム差だ。ジャイアンツ地元紙サンフランシスコクロニクルは、 MLB がなぜトレード期限を米国東部時間の8月15日に後ろ倒しすべきかとの見出しで、デッドラインの先延ばしを訴えた。記事ではジャイアンツの編成本部長ファーハンザイディ氏の意見を紹介。今期のトレード期限では予想以上に売り手に回る球団が多かったことから、トレードに出る選手たちが少なくなったと嘆いているという。これに対して記事を執筆したジョン・シェイ記者は、当然のことだ、まだシーズンは2ヶ月残っていたとし、8月1日に白旗を上げるのは時期尚早に思える。特に今は MLB がプレーオフ枠を増やして全チームの4割がプレーオフに進出できると言及。そのことからトレード期限は8月15日に後ろ倒しすべきだと主張した。主に7月31日となっているトレード期限は、現在はコミッショナーの裁量で毎年7月28日から8月3日の間で変更が可能となっている。しかし、現行ルールが導入された1986年当時はまだプレーオフ進出チームが4チームだった時代で、現在は各リーグ6チームずつ、合計12チーム、当時は買い手、売り手のどちらに回るかという判断は7月末で十分だったとしている。そのため、記事では現在のルールについて、時代遅れだと主張した。特に今季は、球界のトップスターであるエンゼルス大谷翔平投手の動向が注目された。結果的にエンゼルスは、プレーオフ進出を狙って大谷を保持し、買い手に回ったことで、ドキドキ感がほとんどなくなった、と指摘。蓋を開けてみれば、チームは8月に入って失速し、プレーオフ進出確率も極めて低い状況となった。同記者は、トレード期限が8月15日だったら、エンゼルスは大谷を動かすことを間違いなく考えただろう、と見ている。さらにトレード期限を遅らせるべきもう一つの理由として、ドラフトとの期間が近いことを挙げる。2020年までは6月上旬に開催されていたが、2021年からは7月のオールスター期間に行われるようになった。
ドラフトからトレード期限までの間隔は1ヶ月もなく、チームは十分な準備ができない。残り6週間の時期にトレード期限を持ってきた方が、もっと選手たちが動く可能性がある、と主張した。めったに見ることのできない激レアな特大弾に、敵地放送局も、ワオ、と驚嘆の声を上げた。エンゼルスの大谷翔平投手は、13日日本時間14日の敵地アストロズ戦の6回に9037打席ぶりとなる41号ソロを放った。センター方向へ推定飛距離448フィート約 136.5 メートルも飛ばす豪快な一発だった。左腕ムシンスキーの高めスライダーを捉えた打球は高々と上がってミニッツメイドパークのバックスクリーン上端に直撃した。敵地放送局AT&T スポーツネットの実況トッドカラス氏は、大谷が打った瞬間に、ワオ、バックスクリーンの上端に当たりました、と興奮のコメント。解説を務めたジェフ・ブラム氏、元ナショナルズ他も、試合で同球場のバックスクリーン上端に当たる本塁打を私が見たのはヨルダン・アルバレスとこのショーへいう大谷だけです、と驚嘆した。改めてスロー映像で大谷の特大アーチを解説したブラム氏は、かつては実況席がバックスクリーン側にあったことから、以前のようにあそこで実況をしていたら我々の膝の上に乗っかっただろうね、とジョクを飛ばし、カラス氏も再びワオとこうしていた。エンゼルスのフィル・ネビン監督は13日日本時間14日大谷翔平投手の次回登板を遅らせることを発表した。通常の中5日だと、15日同16日のレンジャーズ戦を予定していたが、一度ローテーションを飛ばして本拠地レッズ戦になると見られている。前回登板となった9日同10日の本拠地ジャイアンツ戦では、6回5奪三振3安打1失点自責0と好投。今季10勝目を挙げ、史上初の2年連続、2桁勝利&2桁本塁打を達成した。しかし試合後には、休みが必要なら休むことも仕事として大事になるかと思います、と休養についても言及していた。今季はここまで22試合に登板し、10勝5敗、防御率 3.17。 ネビン監督は登板回避の理由について腕の疲労と明かした。痛みや怪我はないという。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、皆様のご意見、ご感想、等をお待ちしています。お気軽にコメント欄からご回答ください。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。